なくて、もう飛んでる状態、飛んでる状態、そう、飛んでる状態でボールを一回でキャッチできるように。OK。狙うのは横縄で蹴ってもらっていいけど、高さ的にはやっぱちょうどポストに当たるかなぐらいのところの高さ。逆サイドと2箇所ボール。そうで、手で持ってもらって、最初は。で、ここから体の向き作ってもらって、で、投げる人は基本的にはその人形のところ、人形のところから。ここからこういうボール出すから、ここに対してタイミングよく入ってきて片足でハイボールのキャッチで、左右やったら交代、そうです。で、終わったら次の人っていうのを募集しましょう。さっき8本になるけど、一個一個慌ててやらなくていいから、体の向きってポジションを作った状態から投げる人も。だから動き出したタイミング合わせやすくしてる。で、そのボールで、このところまで行きましょう。ここで先輩もらった。おいしい。大丈夫か？今ちょっと伝わらない。ちょっと伝わらない。ボール。あ、何を？見えない。ボール。前に行きゃいいっていうもんでもないけど、
高い位置のところで仮にじゃあそこからちょっと向こうに向かってくるボールになった時でも、まあ、当たり前ですポジションを取れるような下がってる状態から前に出るんじゃなくてアンパイのところからっていうよりも自分がある程度ポジションを取って強気のポジションを取ってる中でボールに戻れるっていう準備をできるポジションに立ってほしい。で、この時に大事なのがこれ一番最初にちょろっと言ったけど出る出ないのジャッジのところが一番最初にボールがまず投げられた瞬間にまず当たり前だけどもそのボールがどこに向かっていくのかっていうところでどこの方まず自分がプレーを出すために投げられた瞬間のところでまずどこに落下するかを判断しなきゃいけない予測しなきゃいけない。でボールを見てはい投げられたでもこれゴールじゃなくて前だなっていうのが判断した瞬間のところで自分がキーパーって言って取りに行くよっていう意識これが正しい。でもありがちなのが2番どっちが先に出てたかって言ったら自分の声よりも先に体が動いてこの辺で2番これだと実際の試合だとさディフェンスだってさ投げられた瞬間、まあ、ボールを蹴られた瞬間とかで自分がキーパーだよキーパーボールだよって言ってた方がプロテクトもできるしでもそこのとこでこんなとこでキーパーって言われても間に合わないよ。試合中だったらなおさらだよ声も聞こえづらいしだからこそやっぱ投げられるタイミングいやらしい。投げられて自分が出れるんだったらキーパーって言ってから出るこれいつも言ってることなんだけどなかなかやっぱここです順番が逆になるんだよね。どうしても体がついつい動きながら判断しちゃう。でそうなるとどうなるかっていうとまあさっきもそうなんだけどまあ落下点を予測しないまま入っちゃうと後追いになるでポジションがだから投げられとりあえず前に行きながらあ前だなーみたいな感じこれがパーサイドでもいやパーサイドいや別に普通だけ普通だけ投げられた時も遠いわいやお前は普通にこう右を狙ってくれたらいいからここに対しても全部落下点を自分が予測しないままなんとなく前に行っちゃうと結局トライできるのが全部ここなんだよ。もしさ飛んでてもここでキャッチしよう手伸ばせばいいそこの部分をポジションを取ってこの状態からポンまずは声出してから動き始めなきゃいけないしその落下点がここだなに対して基本的には最短でいかなきゃいけない。でも山慣れでやってるからこのボールに対してこういう感じでキャッチしちゃうと、まあ、誰もこんなキャッチしてないけどまあ危ないしボールが横からこう飛んできてるところに対して自分の体は下に正面で取らなきゃいけないわけだからこそボールを落下点に入るとここの入り方としてだから余裕を持った中でボールと自分の落下点入りたい落下点のところを同一した中でここでトライしたよ。でここに対して最後に幅を合わせてこれができないやつってみんな投げるボールに対して自分の体の向きがずっとボール向いてるボールに向いてこういう感じの体の向きの作り方これずっとボールの落下点とボールが同時にできないのこのままこういう形だから最後落下点に来た時に体の向きに正解できるボール見てる時にこうやって入るとボールと落下点を見た先のところでここで出会う自分の踏み切りたいところとボールを同一した中でそこに対して最後入ってくる。そうなったら結果的に体の向きがこういう形で最後正面に入ってくる。
だから体の向きの作り方のところ。だから最初のポジション、それから体の向きというか投げられた瞬間の同位置のポジションだよね。ボールと落下点で、一番大事なのは体の向きを一旦その落下点に向けることだよ。前はさ、そのまま前に行けないんだけど、でもファーサイドはやっぱり体の向きを一旦外に作った中で落下点をここだったらここで迎えに来ないと。それがやっぱできてないと直線的になってしまうし、体の向きが慌てて前に落下点に体が向けれないまま、この状態からこうなったりとか、体がやっぱ曲がっちゃうし、ところどころを意識してやってほしいっていう。